えー、レオさん、スパチャありがとうございます。ニックスのジュリアス・ロンドルオしですが、ハレさん的にはニックスどう思いますか自分はニックス推しです。ニックスは、あのー、考えなきゃいけないことがいくつかあって、えっと、まず一つは、RJ バレットが、あの、ヴィンセントに疲れてたって、 っていううととこだと思うんだ思んよねで。ゲーム1はバレットとヴィンセントのミスマッチの状態があったんだけどそこを別にそんなに使わなかったで一瞬1ピリか2ピリで RJ バレットがヴィンセントのミスマッチを狙うためにポストプレイ仕掛けたんよでそれはうまくいったんよねだそれをどう見るかうまくいったからバレット のののミスマッチのプレーを増やすのか、まあ、言うてもねバレットだからちょっと怖いだったらやっぱブランソンとかまあランドルも復帰するみたいな話もあるから、まあ、ランドルで攻めるのかまずそこの判断が必要だと思いますでもう一つはこれちょっとあのこのニックス vs ヒートで俺ながら一番大事なことだと思ってるんだけど ニックスはダンカン・ロビンソンを狙おうとしてるんよ。ゲーム1めちゃくちゃ頻繁にダンロビのところを狙おうと、ピックアンドロールでミスマッチ作って一対一しようとしたんだけど、そもそもダンロビスイッチ全然してくれなくて、ショーバックのディフェンスでこう,うまく対応されちゃったよね。でまぁ、あ、ショーバックすると当然スイッチディフェンスと違って、スクリーナーのゴーストスクリーンとかポップアウトがフリーになりやすいのよ。だからそこがチャンスだったりするんだよね。ダンロビ VS えー、ブランソンソとかにはできないいいけどその代わりりスクリーナーがフリーーナがフにななやすいっていうなんだけど、俺多分このシリーズ、ダンカン・ロビンソン、ニックスはあんまり狙えないんじゃないかなと思ってて、でなんでかっていうと、その、ダンロビが多分帯トッピンとかにたまに付くんだけど、そうするとまあ帯トッピンとかがスクリーナーになるわけじゃん。で、ポップアウトするのもそういう選手になるわけよ。でもニックスって、俺ランニングシューターの質がすげえ低いと思ってて、まあ、チームの性質上、アイソレーションとかポストプレイとか、 めっちゃ多いチームじゃん。 だ結構ステイオフェンスなのよね。だからバレットとかもスポットシューター気味の選手になってるし、グライムス君もスポットシューターになってるわけよね。そういう状態でダンロビ狙います。でもそうすると必然的にランニングシューターみたいな選手が一人必要になります。でもその人がランニングしてスリー打てないよねってなると、ダンロビはもう全部ショーバックでいいわけよ。例えば相手にウォリアーズがいて、クレイトンプソンがスクリーナーになって、で、ダンカン・ロビンソンがクレイソン。 トンンプソンついてるから、あのー、何こうカリーもクレイ・トンプソンにもスリー打たれないようにもうこれはもう仕方なくスイッチディフェンスしてダンロビーがカリーついてラウリーがクレイ・トンプソンついてみたいなの、まあカリーとクレイとかだと、まあ、ダンロビーはその必要に応じてスイッチディフェンスとかもしなくちゃいけなくなるんだけど、まあ、ニックスはそういう選手がいないから、まあ、ってなるとダンロビー狙ったとしてももう全部ショーバックで守られてでたまにショーバックが遅れてオビ、まあ、トッピンとか、まあ、そういうグライムスとかが フリーになるんだろうけどまあそこをフリーで打たれたとしてもそんな期待値高くないよねっていうそうだからねここが結構大事だと思うこれヒートからするとめっちゃ高くないダンロビ出してるデメリット の方が今まで大きくてプレーオフで去年とかを干されまくったわけじゃんで不良再建扱いされてるわけじゃんまあ3ポイントに自信がなくして確率も下がってきたからっていうのもあるけどでも一番はディフェンスの問題だよねだからタイラーヒーローとは絶対並べませんっていうでもそんな中ニックスがダンロビをもう狙えないんだとするとで今のダンロビってちょっと自信取り戻してきてるからで個人的には今マイアミヒートが一歩 リードしたのかなっていうか、まあゲーム1勝てたからっていうのもあるんだけど、まあ内容的にも、まあちょっとニックスが何か考えなきゃいけないかなっていうね。ねクイックリー、あの、こういうマッチアップの時って、ディフェンスに主導権があるわけよ。マンツーマンって。クイックリーだったらいけるかもしれん。いけるかもしれんけど、いけるような選手にダンロビはつかないと思う。もしクイックリーがポップアウトとかゴーストスクリーンからスリー打てるってなったら、もう多分、 スポールストラはダンロビにクイックリーンにつけって言わずに、その帯トッピンとかステイしてる選手、仮にちょっと身長のミスマッチが起きても動かないような選手につくことになると思うから、そういう意味ではもうヒートに、まあ、 主導権はあるというか。そうなると、じゃあダンロビン狙えませんでなったら、その次に狙う選手誰かっていうと、ラウリーになるんだよね。ジミー狙えない、で、ビンセントもディフェンスいい、ケイリウ・マティンも、まあ、タッパもあってディフェンスもいいってなると、まあ、ラウリーもディフェンスいいんだけど、その、まあ、身長的なミスマッチっていうところで、まあ、ブランソンは結構、まあ、その、まあ、相性いいんじゃないかって多分思ってると思うんだよね。だこの、ラウリーを狙われる時にどうしたらいいのか。で、ゲーム1は、 1>, 1ピリとかでラウリー狙われて、で、ブランソンがポストプレイ仕掛けて、で、キックアウトして、その、スポットシューター陣が3決めるみたいなシーンもあったんだけど、後半4ピリとかだっけなあの、ジミーが怪我した後とかだったと思うけど、ラウリー狙おうとブランソンします。その時のラウリーのディフェンスが、ドロップディフェンスするみたいなこともしたんよね。ガードなのにドロップするみたいな。で、え、出て後編の回みたいな感じになって、そのままブランソン突っ込むんだけど、ラウリーにスティールされてしまって、逆速攻みたいな。 そうだからまあダンロビも狙えないでラウリーにもなんか時玉ドロップとかされて狙えなくなるってなると、まあ、ニックスはそのマッチアップメイキングがしづらくなっちゃうから まあそうなると、こう、まあ、アデバイオを狙ってとか、まあ、あとはコディ・ゼラーが出てるときは、もうコディ・ゼラーを狙いまくるとか、まあ、実際コディ・ゼラーが出てたときは、そこ狙いまくってて、まあ、それはうまくいってたんだけど、で、ケビン・ラブとかも狙えると思うんだけどね、ただケビン・ラブってショーディフェンスはやたらうまいからさ、その、リムプロテクトできないっていうので、ラブは基本的にショーディフェンスするんだけど、まあ、後半、ニックス、 その、ケビン・ラブ一回狙ってみるかっつって試してたけど、あんまうまくいってなくて。ラブ狙うのもあんまうまくいかなかった。で、ラウリーも、 まあまあ、ここはどっこいどっこいかな。で、ダンロビーの部分もほとんど狙えずっていうので、だ一番うまく狙えてたのはコディ・ゼラーのとこかな。でもやっぱ、主に出るのはアデバヨだから、じゃあアデバヨに対して仕掛けまくれるのかっていうとなかなか難しいところもあるだろうし。いや、ラブ聞いてたし、ラブがスタメンで使われてるってめちゃくちゃ熱くないキャブズで干されてた選手が、まさかのマイアミヒートでスタメンで使われてるなんて。すごいよな、普通に。 ヒートって得意のゾーンディフェンスってもう使ってましたけゲーム1でゾーンディフェンスやってましたね。あのー、ニックス、ペイントエリア内のシュートの本数が前半多くて、あのペイントでシュートを打たせないために、あの1、1、3気味の2、3やって、あのペイントでシュート打たせないようにして、で、それはうまくいってたよ。その3ポイント打つしかなくなって、ニックス3ポイント打って、で、それが外れて、うまくいかなくて、みたいな。 ランドル出るなら、あた、改めてランドルでダンロビ狙うのがいいのではと。ランドルがダンロビを狙ういやだから、ンロビ多分狙うんよ。狙うんだけど、だからそれって相手がスイッチしてくれないと狙えないわけじゃん。小バックを狙うのとスイッチ させてミスマッチを狙うのとだと、まあ、ミスマッチを狙いたいわけよね。でランドルとダンロビになったらね当然ランドルが有利なわけで。でもそれを、まあ、さっき俺が話したのはそのシューター陣の質が良くないというか。まあ、ニックススのシステム上 走ってシュート打てる選手がいないから、だからダンロビはスイッチしてくれないよねっていう話ですね。小学校狙いたいんだったら別にそれは狙えるけど。えー、レオさんスパチャありがとうございます。ニックスは10年ぶりにプレイオフ初戦突破して勢いもあると思いますし、スタメンやメンバーを見るとヒートとはいい勝負だと思います。自分的にはかなりこのカードに期待してます。1戦目の最終スコアも惜しかったので、まだ勝ち目はあると思います。アレさんの意見としてはヒートの方が一歩優勢ということですか。まあ、一歩優勢っていうと、ヒートの方が 強いってい意味の優勢ではなくて、その、プレイオフってストーリーがあるからさ。 手番がどっち握ってるかで言うと、今、マイアミヒートが手番をに握って、手番、ま、マイアミヒートが、まあ、その、余裕がある状態で、だから何か対策を講じなければいけないのが、ニックスの方だよ、だよねっていう意味で、まあ、優勢なのはヒートだと思ってます。ただ当然、ジミー・バトラーがあの怪我して、捻挫して、ね、あの後一応コートに当たってたけど、でも、ね、やっぱり、オフェンスでは何もしてなかったから、コーナー待機しながらこう、シュート練習してたけど、こうやって。 来たたらら俺ててますようににっっシュート練習してたけどもう本当にビッコ引きながで、あとゲーム2も怪我が治ってない状態なのかもしれんし、で、タイラーヒーローもいないってなると、で、相手はランドルが戻ってくる可能性があるわけでしょ。まあそういうマンパワー的なところで言ったら、まあニックス、怪我次第でニックスの方が優勢かもしれんけど、次どっちが対応しなきゃいけないかで言うとニックスだから、まあそういう意味ではヒートが優勢かなと思いますね。え、レオさんスパチャありがとうございます。最後に、何度もニックスの話題で申し訳ないのです。 がハルさんがニックスで期待している選手がいたら教えてください、えー、グライムス自分的には22ドラフトで42指名のトレバー・キールズが期待してます全然知らん誰そんな選手出てたっけ今キングスにいの193選手の大型ガード、えー、体も大きくてこれからに期待してますこれからの配信も楽しみにしてますねありがとうございますトレバー・キールズ、えー、見たことないかもしれないや初耳だよね